Ladies and gentlemen、 どうもドラム佐々木です。はい、ということで、今回調理に、ドラム佐々木のメイ赤サブ赤で、今ね、まあ久しぶりにね、サブ赤の方でまあなんかね、まあちょろちょろっと、まあなんだろう、ノバダンやってたら大黒天がね、持ってなかったっていうことを気がついて、だからまあゲット しに行くかってことで、っていうことで、大黒天をゲットしに行っていきたいと思います。行きましょう。まあちょっとマスのあるでしょうっていう感じ。ね、あの大黒天ももう上級レベル、上級どころかもう初級レベル、もう初級レベルはいいですみたい。強いだろ、このメンツやばいだろ、かわいいな、むしろかゆいくらいだな。マナが2体いるってことでね、もうひどいよねこれ。おいっか、いやひどいからな、ザコ一瞬で消えたぞ今。ジェネシス、おいおい、ふざけんな、当たり前、友情一回も当たらなかったらな。白爆発何のためには撃ったんだろうなこいつ。誰も当たらないんだよな。当たってねえんだよもうそもそも。おめえの攻撃当たってねえんだよ。強すぎてね、もうやばいんだ。いやー、かゆい。まあ実質まあこれソロみたいな感じなんですけども、まあ一応サブアカとまあマルチやってるんですね。まあ、まあ、プレイしてるのは俺だけどね。私の番ですよ。無限の私の番。はい。引かないね。今何が起きたのかな。はい、ボスです。待って、早く来すぎて SS 溜まっとらんだけど。どっち？アメイヤかね。オッケー。ジェネシスだったのでロイズみたいな感じ。いやー全然食らってね。マナ2体こんな感じ。いやーこいつ何のために白爆発打ってんだよ。全然当たってないんだよ白爆発。抗っても。ダメだよ。はい、そしたらロイズスタートね。
やー、ロイさん嫌なとこにいろいろいるよな、ね、こういう空気読めないモンスターってね。もっと下に行けよ。アプリをしてさ、おお、いいダメージだ。私を倒すならもっといいダメージを出せ。ねねねで回復ついてるな。うん、そうね。こうやって、はい、結構ワンチャン仮面死んだパターン仮面死んだパターンか。火力強すぎてね、仮面、あ、死んだね。火力強すぎてね、仮面死ぬっていうこともあるんだよ。あ、いや、マジか。別にまあ火力、仮面がなくてもまあ勝てるこっちゃ勝てるんだけどね。こいつエスナスだっけ、弱点のこういうことか。ファイヤー爆発でしょ。 OK、 いけ、あ、行ったじゃん、勝ったじゃん勝てるやんけ、普通に。我が一撃は勝利の証、一戦、はい、ということで今回はサブアカメイヤカーで、まあ、マルチして、うん、大黒天やっていったんですが、まあ落ちるかどうかね。まあ落ちなかったらまたそこは個人でまたやっていこうかなと思います。うん、はい、ということで今回はサブアカメイヤカを使って大黒天やっていきましたよということではい、まあ、うん、よかったんじゃないかなと思います。うん、まあ今回は、まあ、こんな感じで大黒天、まあ、無事に勝てたよって感じでしたね。うん、まあまたこんな感じでマルチの、まあ、動画をまた出していこうかなと思いますので、まあ今回はこれ見て以上になります。以上、ドラム佐々木でした。バイバイ。